7 nights. Hello everyone, Ken です。今日からオランダ出張なんですけれども、ドイツのフランクフルト空港を経由してオランダに到着するという便なんですけど、実際必要な書類とかは概要欄に一応入れておきますけど、日本で受けた PCR 検査の陰性証明書、あとは Declaration Form って言ってネット上でダウンロードできるんですけれども、それでこう記入してサインしたものと、ワクチンを2回以上打った証明書と、あと何かあったっけな、そんなもんですかね。で、実際経由便なので直行便じゃないので、一旦ドイツで何か必要だったりとか追加書類とかがあるのかないのとか、まあ、多分問題はないと思うんですけど、一応そういうのを全部前回撮ったこのちっちゃいカメラをつけて映像化してリアルにお届けできればなと思っております。ちなみに今回はロシアの上を通れないので逆回りになるので、プラス 3,4 時間ぐらいのフライト時間にはなってしまうんですけど、まあ、そこが唯一の難点かなとは思ってます。帰りの便もね、いろいろ調整があって、朝の便が夜の便になっちゃったりとか、まあ、いろんな大変な状況の中なんですけれども、それでも、まあ、出張は出張なので、これから行っていきたいと思います。 Alright, so let's go!はい、お願いします。下からトレーのお取り出しをお願いいたします。Business trip. Yeah. 7 days. 7 nights. 8 days, yeah. You have a return flight ticket? Yeah, I have it. It's there, 323. Okay. Yeah. You're a full vaccinated. Yeah, of course. Thanks so much. Nothing to declare. Now from? Japan. Directly Japan? Yeah. Okay. And you're going to? Amsterdam. Okay. You live in Amsterdam or...No, I have a business there. Business I go there every 3 months. Cash money is how much with you? Not much, a little bit. Roundabout? $500 maybe. Cigarettes or something? No. Presents or gifts for people? No. All right, take care. And what else? Vaccination or test? Oh, there you go.
checking in. ということで、やっとアムステルダムのホテルまでたどり着きました。羽田空港を、離陸してから約30時間ぐらいかかりました。昨日の夕方着いたんですけど、まあ、ちょっとあまりにも疲れてて昨日バタッと寝ちゃって、結構寝れましたね。6、7時間ぐらい寝て、まあ、ちょっと感想をお伝えしようと思って、今撮ってるんですけど、結果すごい長いフライトになったんですけど、今回は羽田空港からドイツのフランクフルト経由でのオランダスキポール空港ですねに行くルートだったんですけど、羽田のチェックインカウンターで提出するものはパスポートと出発48時間以内の PCR 検査陰性証明書、ワクチン接種証明書、あとはトラベルパブリックヘルスデクラ、日本語で何て言うか分かんないな、トラベルパブリックヘルスデクレーションっていうんですかね、日本語英語で。この4点をチェックインの際提出して、それ以外は特に日本で提出する場所はなかったんですね。で、一旦ドイツ着きます。まあ、EU 圏はどこも一緒かと思うんですけど、ドイツの場合はイミグレーションではパスポートを提出して、あとはてかそれだけでした。 PCR 検査の証明書を提出することもなかったですし、ワクチン接種証明書は口頭で聞かれただけです。そしてそこからオランダに入国した時は、じゃあドイツで全部それ済ませてるんで、実際そこからオランダに入った時は何もないですね。一切ないので、そのままピュッと通れる感じなんで、まあ、すごい楽なんじゃないかなとは思います。前回は違うホテルだったんですけど、その時はホテルチェックインする時に提出しなきゃいけなかったのがワクチン証明書だったんですけど、今はもう必要ないみたいですね。多分どこも話に聞くと、来週の火曜日からは水際対策含めてもう全部通常通り戻しますとっていう流れになってるみたいですね。コロナに関してはもう一緒に共存して生きていくっていうような感じの、まあ、方針を発表したらしいので、今後はもうマスクとかも強制することはもうないっていう感じなので、もともとオランダなんて誰もねマスクなんかしてないんですけど、なんかいいっすよね、気持ちいいっすよね、もうこう開放感というか。まあ元に戻ることはないかもしれないけど、まあアフターコロナに向けてね、大事な一歩になるんじゃないかなとは思っています。ということで30何時間お届けいたしました。7泊の滞在になるんですけれども、帰る時も実際日本に入国する時に、前回もアップしたんですけど、どこまで今は緩和されてるのかとか、どういう書類が今後必要なのかとか、あと隔離、ホテル隔離がどうなるのかとか、そういうものをちょっと映像化してまたお届けしようかなとは思ってます。では今後もいろいろアップしていきますので、海外情報であったり、まあ個人的な生活も含めてなんですけど、いろいろアップしていきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。では、see you next time.